ピニャコラーダはカクテルの一種。ラムをベースにパイナップルジュースとココナッツミルクを砕いた氷と一緒にシェイクして作るロングドリンク。紅白色で甘みが強い。ピーニャコラーダはスペイン語で裏ごししたパイナップルの意味。材料としてパイナップルの果肉をよくすりつぶし、裏ごししたジュースを材料とすることに由来する。日本語のカタカナ表記としては、ヌキア。 ピニャカラーダというのも見受けられる。ピニャコラーダは1970年代にマイアミやニューヨークで流行した。フローズンスタイルに仕上げることもあり、1970年代にマイアミやニューヨークではフローズンスタイルにしたピニャコラーダをアイスクリーム用のコーンに入れて食べることも流行した。対して日本ではココナッツミルクが日本でも 比較的簡単に手に入るようになった1980年頃よりも前は幻のカクテルと呼ばれていた。なお、ピニャコラーダのバリエーションである、父もフローズンスタイルに仕上げることもある。ピニャコラーダ発明を記念したプレート以上の材料を氷シェイカーに入れ、シェイクしたらクラッシュドアイスを入れたグラスに注ぐ。なお、グラスの円にはパイナップルを飾る。ピニャコラーダ他に、 クレームドカシスやカルーア等が用いられる場合もある。ピニャカラーダ、カクテルガイド、アサヒビール、2015年9月3日閲覧サワ覧。沢井義明監修、カクテルの辞典 P42 整備堂、出版1996年12月20日、発行 ISBN4 から415から 08348X、沢井義明監修。 カクテルの時点 P124 整備堂、出版1996年12月20日、発行 ISBN4 から415から08348、X ハットビルボードで1970年代の最後の1位を獲得している。ありがとうございます。